応印構成は、詩、または歌で、行の応印のパターンのこと。応印破行の最後の部分にされるので、エンドライムズのパターン、つまり、客印構成ということもできる。応印構成は通常、ABC などの文字を使って、各行にどんな応印がされているかを表す。例えば、アボブは4行からなるスタンザで、第1行と第3行に、A、第2行と第4行に、 B の応印がされていることを示している。例として、ロバート・ヘリックの詩、ツー・アン氏や、フー、メイ・コマンド・ヒム・ウェニー・シングを挙げる。応印構成は、読み手に特別な効果を起こさせるための独自の関連と響きを持った多くの形式がある。単独のスタンザに適用される応印構成と、自然体を通してそのパターンを続ける応印、構成との間には、基本的な違いがある。 複雑なパターンで厳密な言葉を繰り返すことを求められるセスティーナのように複雑に絡む形式もある。英語では高度な反復的応印構成は珍しい。例えば、英語はイタリア語より多くの母音の響きを持っていて、それはイタリア語より英語の方がパターンに制限があることを意味している。つまり、決められたスキームにぴったり合う語が少なくなるのである。 例えば、ダンテアリギエーリが、新曲で使ったテルツァ・リーマは、アバ・ビー・シー・ビー・シー・デドという応印構成で、これを英語でやることは、極めて難しい。応公用紙系。アボブ・クディドがゴ・スタンザ続いて、その後に、ディードか、クディドが続く。大文字は全く同じ語の繰り返しである。語行連。英語詞では、バブだが、シシリアン・クイントン、クインテラでは異なる。 クレリヒュー、人物四行詞、風詞四行詞。アブ。二行連、ク、ツイク、カプレット、カプリット、クプレ。えええだが、通常、アブクドとして現れる。インクロスイングライムとも言う。アバ。詳細とサンプルは、EN、インクロスドライムを参照。リメリック、または、リマリック、リムリック、国慶五行歌、五行技師。アバ。 ああああ。各行が同一の応印で、ラテン語詞、アラビア語詞で一般的。詳細は、EN、マモライムを参照。オッターバリーマ、八行死体。アボベブック。帝王印律、帝王印、ライムロイヤル。バブック。ババ。詳細とサンプルは、EN、ロンドレットを参照。ルバーイー、ルバイアートフ四行連句。アーバ。 詳細は、EN、ルバイを参照。バーンズ・レンとも呼ばれる。アボブ、ロバート・バーンズが、2、A マウスなどで使った。スペンサー死体、スペンサー・レン、バブクブック。伝統的なタガログ語の田中は、クワッド・ A。詳細とサンプルは、EN、田中を参照。テルチャリーマ、サンインクホー。アバ・ B ・ C ・ B ・ C ・ D ・ C と続き、最後は、 UGZ か UGGG で終わる。ターズットと,とも。3行連、トリプレッ,ット、テルゼット、テルジェット、トリプル A。2行連区のように繰り返すことが多い。ビラネル。A1 ビット A2、ABA1、ABA2、ABA1、ABA2、ABA1、A2。A1 と A2 はそれぞれ同じ語を繰り返し、A と同じ語音。セスティナ、6行6連子。 アブクデフフィブドックシエフデブイクブファドディークフブブドフィカ。続く7つ目のスタンザは産業連句である。ありがとうございます。